結構間違えてるの？間違えてて向こうから指摘来んの？基本的な、継続事業って言うんですけど、普通に会社をやってたうちの時の年間の分に関して納めることに関しては、間違ってるかどうかも、正直監督署の方もわからないんで、なるほどな、なるほはどい、な。基本的には何も言われないっていうのがあるんですけど、海外に駐在で行かれてる方は、別で海外特別派遣みたいな、ちょっと別に納付をするんで、その場合って結構個人の名前を書いて、なんかこの人何月から行ってます、何月に帰ってきましたみたいな、結構出入りもあったりとか、で、年間絶対12ヶ月ずっとそこに海外にいてるかともわからないので、途中で出入りがやっぱりあるんで、ここは何ヶ月分で出してくださいみたいな感じとか、そこの修正が入ることはたまにあります。なんか面白いね。ひょっとしたら間違う余地がないようなことなのかもしらんけど。だって入社してきてね、初めも全然右も左も分かれへん人がちょっと引き継ぎしながらバーってやって、で、孤独な作業で。で、ね、その上長に確認っつったって、まあ俺もだって、合ってるかどうか確認してくださいって言われて、正直そんなんわかるか。だって、普段やって、その仕事やってんのそいつで、俺全然ノータッチやのに、これでいいですかって言って、いいですかってなんやねんって思うんだ。いや、いいか悪いかがわからんわ、みたいなね。いや、本当にで、そしうだかと思も、いそんな時間のかかる作業で計算して、いろんなデータ入れて出来上がったもんが、それが合ってるか間違ってるかなんか、多分確認しようがなくてね。そうですね。ねえ。で、そのはい。まま、監督署行って、監督署の方も結局そんな、ねえ、確認しようがない言うたら、正直、あれやね、そういう仕組みって、めちゃめちゃええ加減やね。いや、そうだと思います。いい加減。仕組みとしてはすごいいい加減だなって思いなあ、ますめね、ちゃめ本ち当ゃに。ええ加減な仕組みやな。今聞いてて、ええって思ったもんな。そうですね。本当に仕組みはいい加減。でも、莫大なお金を納付するんで、仕事としてはやっぱりいい加減にやるわけにはいかいかへん、いかへん。ない。なかなかいい加減な制度の仕組みの中で、いかに誠実にやっていくかっていうところですね。もうやる人のそこにかかってるよね。だから性善説で成り立ってる仕組みよそうね。ですね。悪いやつ、悪いことし放題な ねえ、予本当感に。がするよね。なるほど。まあそういうことやってますと。もう一個何だっけ？住宅関係ですね。これって、まあそういう、こう管理してる会社がね、あってそこに外注して、実際のいろんな細々した仕事でそっちがやるやろうけど、なんか、どういう、こっちからは、例えば来春からは社宅に入ってる誰々さんが出ますとか、新しくこんな人が入りますとか、そういうのを連絡していくのかな？そうですね。社宅って言っても今本当に借り上げで一軒一軒、いろんなところに住まれてるんで、まずは、従業員が移動にが決まったとか、中途採用で入ってくる人は、まず、ご本人に申請をお願い、こういう制度ですって、まず制度説明をして、今はそれも電子での申請になってて、なんかネット上で申請してくださいって言って、どういったところに住みたいのかとかっていう希望を入力してもらった上で、一度私の方で確認をして、それを承認したら委託会社の方に行くので、そこからは、そこからは本人と直接業者がやり取りして、物件の決定に進んでいく。候補が決まったら最終承認で私のところに上がってきて、こういう住宅です。この費用こんだけかかります。みたいなところで連絡が来るので、最終確認して、また承認で最終の契約手続きに進むみたいなところですね。なるほどな。まあ、会社の都合で移動して部屋を移るときは、不動産屋に行くんじゃなくて、総務部の方にその申請をするってことだよね。そうですね。一旦私に申請をしろというようなところでそうすよね。ね。で、その私から、その会社としてもう一括でお願いしている不動産屋さんがあって、そこにバンって投げて、で、向こうがそれ探して、あとは、まあ、直接、社員とやり取りして、やっていくと。
で、例えば、単身やったらとか、妻帯者やったらとか、会社都合やったらとか、いろんなあれで、こう、エリアがここやったらとかで、いくらまでは補填そうでしす、そまうすとでか、す。別額。初期費用は、いくらまでですと か、いろいそうです。ろあるわけやな。で、そういうような範囲内で、ちゃんと、大きいところを、まあ、自分らで探してやってくれるということですね。なるほど。そこの間に入っている担当の人なわけや。そうですね。で、まあ、無制限でいつまでもその制度が適用されるわけでもなかったりするんで、まあ、その補助期間が満了が近づいたら、もうすぐ終わりですよ、どうしますかみたいな、なそるのほどままね。住み続けますか、まあ、住み続けるにしても個人名義で最初は契約するので、まあ、それを個人名義に変えていただく必要がありますよとか、このタイミングで引っ越しますかとかっていう連絡。まあ、なので、従業員がいつから入居してて、いつまでに退去しないといけないのかっていう管理はしてます。それなんかちゃんとシステムでアラームが上がってくるようになってんの？でもないんですよ。いや、それ結構怖ない？エクセル管理でやってて、怖いです。怖いな。そんなん忘れててずっとやってるとか起きてくるやん。